まだ余裕はあるな。戦力的には余裕がまだある。よし。あ、再開の間が近いぞ。再開の間が近いですね。よし。油断しないでいくぞ。読み送り。よし。さて。ちょっと待てよ。リタイアはまずいよな。よし。これはいらない。階段、あ、パオか。パオは嫌だね。はいはい。この号泣ってかなり便利だな。やった。即死させられるの。巨大なおにぎりか。食べてしまおう。で、何がいるんだ。ドラゴンか。ドラゴンね。なんかあったっけ？ドラゴン切りみたいな技ってなかったよね。あ、神と滅却。炎ダメージ受けなくする。これ使えばよかったな。まあいいや。殺気して倒そう。よし。で、何がいる？何がいる？読み送り。これ置いておこう。あいつか。乗り移られんだよな。よし、では高級。やった、一撃じゃないか。高級強い。高級かなり便利ですね。あ、今度は、あ、やめろ。ちょっと大丈夫か。南東か。南東は置いておこう。そっか。せっかくだから、これ使っていこうか。で、階段はどこだろうか。キグニ族か。まあ、大したことはないな、キグニだったら。アスカ無視すんのか。さすがキグニ。階段あった。よし、行こう。16階。これの次ぐらいかな？敵、2体動くか。合天台使っちゃおうか。やられたぜ。で、よし。あいつを倒す。号泣で倒す。で、待て待て。こいつは遠距離でやっておかないと。よし。よし、行こう。気力かなり使っちゃったっていうか、なんか来るな。ちょっとまずいんじゃないか。大丈夫か、任しとけよ。うわぁ。350ギター。あ、ちょっと待てよ。2体来るな。先手を打って攻撃しよう。シャーガか。で、シャーガだってなんだ。あ、大根か。で、こいつ倒してしまい。号泣で先手を打ってダメージ。来い。よし。階段どこだろう。あったー。やったね。よし。あ、待てよ。大丈夫か。キグニ族。あ、ちょっと待って、あれ強いぞ。こいつは、倒しとこう。よし。で、
HP 回復してから次行こう。あくまでも。そろそろでしょ。次あたりじゃない？ジュースをつけてから行こう。来た来た。へぇ、来たぞ。おぉ、かっこいい。はい。さてと、では、どういう攻撃を仕掛けてくるんでしょうかね。さて、やっぱり5級かな？遠距離でチクチクって感じか？少しダメージ当たるな。ちょっと待て、ジンパチ邪魔だぞ。ん？なんだ？なんだ？つむじ風起こしちゃって。あ、これはなんかどっかで見たことあるで。あれは、倒せるのか？あ、ん？ちょっと待った。ちょっと待て。この直線上にいるのがボスだろう、多分。あ、やっつけた。弱かったぞ。弱かったぞ。さて、はい、手に入れました。追い風の剣。手に入れた。はい。おー、ジンパチ、これで目的達成。やりましたな、マヨチン殿。はい、さて、わしも今日は疲れました。あー、なんか、仲間がいるとセリフが出るんですね。知らなかったな。はい、じゃあ、セーブ。あー、よかったよかった、クリアした。はい、持ってきたぜ。あと一個だ。あと一個だぜ。ん？かない顔されて。なんだ。ん？くらい線に。って読むのか。おお。そうなんだ。あ、家を焼かれた。そういえばなんか幽霊だとかね。あと墓地やっぱ多いですよね。確かに。なるほどね。なるほどなるほど。あ、そうだな。まあそうなんだけど、ここは復活しないとね、あのお話的には。あ、まあ、っていうことらしい、どうも。
なるほどね。なんか不穏な感じですよね。本当に。はい。で、あと一個ですね。あー、で、次は最後だ。皆さん、次は最後ですよ。これ、リーバの試練ね。でね、これがね、持ち込み前提なんですよ。持ち込み制限5個。で、自分のレベルが上がらぬのこと、自分の最大 HP が上がらぬのこと、何を持ち込むかで命運が決まるのこと。これは、持ち込み前提のかなり難度の高いダンジョンみたいですね。だからこれね、今までみたいにね、持ち込まないで何とかしますとかは言ってられないんですよ。ここはちょっとハードですね。まあ、攻略に手間取るかもしれません。はい。というわけで、まあ、次回やっていきますよ。はい。というわけで、じゃあセーブして中断。まあ、対策を考えておきます。というわけで、ご視聴ありがとうございました。